皆さん、ごきげんよう。今回紹介するのは、2017年公開の、スター・ウォーズ、最後のジェダイ。現代、スター・ウォーズ、ザ・ラスト・ジェダイ。監督と脚本はライアン・ジョンソン。主な出演は、マーク・ハミル、キャリー・フィッシャー、アダム・ドライバー、デイジー・リドリー、など。眠っていたフォースが覚醒した霊は、ルーク・スカイウォーカーの下で修行を重ねる。霊とカイロ・レンは光と闇のせめぎ合いの中で揺れ動き、互いに苦悩する。そんな中、銀河を二分するファーストオーダーとレジスタンスの戦闘はますます激化していく。というストーリー。新三部作の第二弾にして、スター・ウォーズ・サーガの大発祥。いろいろな意味で異例尽くしの作品で、これまでのお約束を覆す内容は好みが分かれるところ。後年になってからの方が評価される作品かもしれない。新しいフォースの使い方や予想外の展開には驚かされ、新鮮。複数の話を同時進行させるのがうまくいかず、中盤で少しだれるものの、特に終盤は印象に残るシーンの連続。ということで、評価は。3社。